皆さんこんにちは、EK選手よしです。本日も選手を紹介行います。勝った勝ったニューポーンですね、ほんまに。11月24日に撮影してます。ドイツ戦の次の日です。これ投稿されるときもうそんな空気じゃないと思う。12月9日やから決勝トーナメント始まる直前ぐらいかな、多分。そやな、うん、どうなってるんでしょうね。この後コスタリカ戦と、スペイン戦ありますけども勝ったか。よかったね。よかった、ほんまによかった。ちょっと時差あり投稿になってることがすごい悔しいけどいやでもほんまに嬉しい。よかった。ちょっとそのテンションを持って今日は、企画をやらせていただきますはい、ということで今日はですね、先日ちょっと2人でね、久しぶりにオートバックスに行ったらね、たまたま、ほんまにたまたま、なんだこれっていう新商品を見つけまして、こちら見覚えがある CC です。よく見るやつね。そう、コーティングシャンプーやと思ったら、これノーコンパウンドの中性シャンプー、コーティングとか剥がさずに、いわゆるシュラスターさんのカーシャンプー線みたいな優しいシャンプー、ごくノーマルシャンプー。そう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 、もう一番ベーシックにノーマルなシャンプーが、プロスタッフさんの CC シリーズから出たっていうことでふーと思ってもう買っちゃいました10月10月発売って書いてた。なんか20何日かとかだった。あ、そうやった、確か20何日だった。あ、まあ、じゃあちょっと1ヶ月ぐらい遅いですけども、まあ、せっかくなんでシュアラスターさんの、カーシャンプー線とちょっと比較的な感じで泡の感じとかを見ていきたいと思います。ういっす。じゃあ使います。使い方はもう普通のシャンプー通りですあらかじめ、ボディに水かけて泥とか洗い流して泡立てて使うってことで、バケツを用意し、本液キャップ約4杯かっこ 50ml を水4リットルの割合で薄く、薄めてよく泡立ってから洗車スポンジで洗ってくださいと。もうまんまシュアラスターさんの感じ。キャップ4杯で、4リットル。よく聞く希釈通りです、ね、そう。4リットル決まってんのかな、キャップ4杯で。同じ濃度で作られてんちゃうかな。そういうことなのかな。よいしょ。あ、めっちゃ粘度悪くないこれ。こんなネバネバやっけ。何がシュアラスターとか。いや、え、どうやったかな。もっとふわふわでふわふわちゃうわ。サラサラじゃん。確かに、なんかその入れた後のなんかよだれ引いてるみたいになってる。そう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 。匂いはちょっとわからんな。多分せえへんと思うねんけど。ちょっと泡立ててからもう一回やってみよう。そうやな。もう一回やってみようか。もう当チャンネルではフル株となりました、こちらの泡立ててバケツ。これ知ってる人はもう子さんや。ほんまに子さんやな。1回約 50ml で、僕はオートバックスで買って1080円でしたね、これは。はい、そのバケツが。あ、違います、この洗剤ですこれは、100円ショップです若干ネバネバしてんのかな。ちょっと泡立ててみようか。1回あたり約54円のコスパで、中型車約20台分施工が可能です。泡の感じはでも結構普通のいつも使うシャンプーみたいな感じやけど、どう？まあふわふわしてんな、確かに。うん、匂いせえへんのちゃう？どう？うん、あんまりせえへん。シュワラスターのとかのがもうちょっと匂う気がする。あ、ほんま？まあもうほぼ無臭と言っていいぐらいの感じですね。でまあ中性なんで全色対応でノーコンパウンドで、ボトル自体には約1リットル入ってます。はい、今シュワラスターさんのね洗剤同じよね希釈するんですけど、これも入ってます。ほら、これポタポタポタってなる。糸引かんなビューンって、うん、明らかにこっちの方がシャバシャバやねんな、うん、粘度は違いますね。うん、だけど4杯で4リットルの希釈は一緒。濃ければ、これが濃ければ濃いほど、あのソナックスのグロスシャンプーとかウィルソンの泡仕立てとかは原液がめっちゃネバネバしてるから5リットルとか4リットルとか10リットルとか違ったけど、これはシャバシャバやけどこっちもネバネバやけど一緒なんですね。はい、じゃあちょっと泡の感じを見てもらいます。後でボディでも見ますけどね。見てもらいます。見てもらいます。誰に、視聴者にあ、そういうことね。うん、はいはい、こんな感じ。こっちも、まあ、多分泡立て方によるんかなってよるけど、まあね、こっちはちょっとストレート系の、水流から、上路シャワー系の水流にして、こっちは、最初だけ若干ストレート使いましたけど基本的にはシャワー系のものを使ってバーッと細かく立てたんで、あんまり柔らかさ変わらんと思うけどな、これ。
なるほど。まあ結構似た感じではあるね。うん。軽く濡らして、はいこっち。あ、これスポンジはあのシュアラスターさんのウォッシングスポンジ使ってます。どう？うんうん。まあまあ、まあ、泡立ちもまあすごいいいし。ちょっとシャバシャバなのかな。気泡が大きくて、なんていうんだろう、空気が入ったような泡っていうよりかは密度がある細かい泡って感じがする。これが。うん。とろって感じ。そう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 。だからこの滑らか泡っていう感じなのかな、うん、こっちの方が、うん。ちょっとなんかこのグッてした時にこうもっちりしてる。キメが細かくて。うん、空気があんまり入ってないっていうかな、気泡がちっちゃいからそんな感じかな。はい、シュアラスターね。最初にスポンジに含まれる感じはあんましからへんけど、うん、ほら、わかる、この気泡の大きい感じ、うん、この細かいこっちのがなんか泡って感じするな。そうそうそう、ほら、このシャバ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 ーンっていう感じ、うん、で、キメが若干気泡が大きい、一個一個が空気がたくさん入ってるというか、うん、こっちの方がこうボディにぺっとりついてる、うん、もっちり泡、滑らか泡っていうのが、あ、やっぱりちょっと違うんかな。だから原液もあのシャバシャバ、こっちはシャバっとしてて、こっちは結構 ねっちゃねっとりまでいかないけど、ちょっと粘度はね高め、うん、糸が引くような感じはあったけど、うん、こっちもちょっと同じようにこう絞ってみるけど、うん、こっちの方が緩い気がする。なんか泡がプツプツ、泡大きいし、プツプツがこんな感じです、ね、うん、ちょっと違うね、確かに、うん、へえ、そうなんや、同じかと思ってた、ね、ボトル似てるしさ、蓋の感じも一緒やしさ、どうせ一緒やろと思ってたのに、うん、泡切れるのも早いね、さっと流しただけで、どっちも一緒ぐらい、ほら、うん、久しぶりにカーシャンプーの比較なんかやってるけど泡切れはあんまり違いなしですね、うんうんうん、ちょっと、まあ、泡の感じがちょっとちゃうかなぐらいやね。違うな、全然違ったな、うん、まあ、すごい滑らかっていうパッケージの印象がそのまま出てる気はする、うん、あの滑らか泡実感ね、うん、あれがほんまにちゃんと出た感じだったね、うん、液のね、粘度がどれぐらい違うかっていうのなんですけど、こっちちょっとシャバシャバやから後に流すわ。こうほら、ペトーンってしてんの、なんか水飴っぽいな。そうそうそう、ちょっとこれ実験的に直接かけてるからね、真似はしないでください。でこう流れていくのも遅い。こっちはほらシャバッとしてターッと、もう追い抜くぐらい早い。追い抜く、うん、これぐらいだから液の粘度が違うからこその滑らかなのかな、うん、もちもちっとした、うん、ネバーンとした泡になるというか、うん、うん、この触った時の全然違う、ねっとり感が。それでいくね。なんちゅう絵面や。まあでもそうやね。ほんまに一番だから違うのは値段とこの泡の感じ、うん、細かさ。こっちの方が若干気泡が入ってる。うん、まあでも一応クリーミーな泡とは書いてんねんけどね。こっちも。うん。うん、まあまあまあ。クリーミーではあるけど、より細かくてふわっとした泡はプロスタッフさんの方かなって僕は感じましたね。うん、まああれ傷とかもね、うん、関わってくると思うし、そうやね、なんでね、まあ、ちょっとお値段高い分だけそういういいメリットがあるから、ね、まああのオープン価格やから、まだオープン価格、あーオープン価格って言うんかな、まだちょっと発売したばっかりの値段やから分からへんけど、またその後々 Amazon とかでももしかしたらどんどん安くなってくるかもしれん、うんうん、まあ、一応トバックスは1000円ぐらい、1080円、うん、で、出てました。まあでも CC ファンの人はなんか好きそう、そうやね、この CC ウォーターゴールドを使ってる方は それとの、相性も良いと書いてますので、成分はこんな感じで違います。どうでしょうか、インニオン系界面活性剤どっちも入ってるな、両面活性剤どっちも入ってる、防腐剤、プロスタッフさんの方が若干入ってるものが多いかな、増泡剤、やっぱりこれ、洗浄除剤、増泡剤、
まあなんとなく分かるやろ間違っても、うん、まあ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 、まあ、ちょっとだから、うん、こっちの方がなんかいろいろ成分が入ってんのかな表記的には、うんうん、はい、というわけで今日はこんな感じで、どうでも興味あるみんな、いやもういいんちゃうなあ、まあ強いて言うならこれとシュワラスターが同じぐらい値段やったら結構嬉しいな。あ、そうやね、うん、そうや、こっち700円ぐらいもんな確か。そう安いからさ、まあ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 、まあ、だからずっと売れ続けるし、そうやな、うん、ちょっとそうやな、確かに言われてみればそれはそうかもしれん、うん、まあ、でも中身の部分は全然問題ないと思う、うんうん、いいと思う、まあ、もしかしたら後々ちょっとずつこう値段が下がってくるかもしれへんけど、でもまあ今最近なちょっと為替があんま良くなかったりするから、そうですね、原材料費高いから、そうなんですよ、微妙かもしれへんけど、仕方ない部分あります、けどまあまあまあちょっとアマゾンさんとかでね、頑張っていただいて、ちょっとでも安くなったらこっちもぜひ興味ある方は使ってみてほしいなと思います、うんうん、まあこんな感じで新商品の紹介でした。今回動画はこちらで以上となります。まだチャンネル登録されてない方はぜひ登録いただき、次回の動画もお楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。